うなの？会長と一体どういう関係？元カノ？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、トワイライトセブン、あと何個だ？ちょっとわからんけど。ん？でもなんか地図上にあるの1個しかないね。でも残り1個じゃなかったと思うけん、あと学校の中ってことか。とりあえず、じゃあ外の残り1個を解決していきたいと思います。どの辺？あれや、あれや。おった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 。クエスト。これだね。ちょいと待ってね。なんかいっぱいいろいろあるから。気になる。私に何か用？生徒カードが欲しいの？なんかテントめっちゃ小さくない？あ、でもサイズ的にこんなもんか？人からしたら。じゃあ君がこの条件をクリアできたらあげようかな。はい、クリア済み。剣の移行。なんかすごそうやけどいいん？条件をクリアしたんだね。すごい。じゃあこれ私の生徒カードね。静かな子。静かな子ってこと？で、この子もか？うん。リリーに何か用？生徒カードが欲しいの？じゃああなたがこの条件をクリアできたらあげようかな。ね、なんか髪型違うくない？バクバク資料。はい。オッケー。鹿のリリーちゃん。条件をクリアしたんだね。すごい。じゃあこれリリーの生徒カードね。鹿のリリーの生徒カードをもらった。求人ボードにセットしよう。めっちゃ集まってきた。はい、クエスト。ああ。僕は影の忍。人呼んでミスターキャンプマン。キャンプを愛し、キャンプに愛された、キャンプの達人さ。なんか最近ソロキャンプが流行っとるって聞くけど、絶対無理なんやけど一人とか。今はキャンプ同好会の活動中だから、ソロキャンプの邪魔をしないでくれ。ん？って、お前は YSP クラブの一味？一味？だったらちょうどいい。お前に聞かせたいことがあったんだ。学園のトワイライトセブンの噂で、知る人ぞ知る、秘密のクラブがあるらしい。どうだ？興味を持っただろう。そのクラブを探してみる気はないか？え、存在自体がそんな感じなん？探すとかそういう？秘密の研究室 Y 県。キャンプ同好会の部長、影の忍が、トワイライトセブンの噂を教えてくれた。知る人ぞ知る、秘密のクラブとは一体何なのか。七不思議の解明のためにそのクラブを探そう。秘密のクラブについて話を聞いてみよう。情報収集？でも難しさ結構ある気がするけど、調査開始。ああ。そう言ってくれると思ったぞ。何でも噂によると、その秘密のクラブは、Y 学園最高の頭脳が集まるというアンダーグラウンドクラブなんだ。それは生徒会とかではなく？ん？しかもそのクラブの部室には選ばれし者しか入れないという。この学園のことを一番知る人物。学園長なら何か知っているかもな。ああ。よく学園長と話してるお前なら聞き出せるんじゃないか？ふんふん。クエスト、秘密の研究室 Y 県発生。調査を開始しよう。Y つながりということで。俺の正義の心が叫んでるぜ。Y 県はあっちだ。それ保健室の方角だよね。じゃあこっちだ。え、違う違う違う。そっちはベンジョス。私マイナス3勝った。心の目で見極めてやるぜ。待って、ちゃんと。ここだい。なんでバズらすの？ここは僕の Y 県だから。まあいいや、とりあえずあれよね。何やってんのか。え、モモポートどっかにないの近く。あ、この方向であったのか。チャオ！チャオ。一応ちゃんと挨拶はしようんやね。ちゃんとかどうかわからんけど。じゃあ、いろいろ拾っとくわ。定期的に補充されるんやね、あれ。ん？どうした YSP クラブ？何か聞きたそうな顔をしておるな。Y 学園最高の頭脳が集まるアンダーグラウンドクラブの噂？ん？うん。もちろん知っておるぞ。なぜならそのクラブは。私が学園長の権限でクラブを作り、秘密裏に研究をこなしているからだ。お、ほん。そのクラブの名は、Y 研。そして、Y 研が研究しているのは、YSP ウォッチの開発だ。おぉ。Y 研のリーダーは14歳の天才科学者と呼ばれる生徒。だが、部室の場所まではさすがに君でも簡単に教えるわけにはいかんのでな。教える条件は、この学園にとって大きな存在となっておるかどうかだ。つまり、学園ランクが10以上ならば、Y 研の場所を教えてやってもよいぞ。10以上？ちょ、待って。ね。余裕やん。学園ランク16あるし、全然余裕です。はい。うん。お、条件を満たしたようだな。学園でこれくらいの地位があるなら、Y 系の者たちに合わせてもよいだろう。お、ほん。では教えよう。Y 系の場所は、居住エリアの森に囲まれた、とある建物の地下じゃ。ここまで言えば答えみたいなものだ。さあ、探してみるがよいぞ。
居住エリアの森に囲まれた地下？ちょっと何を言ってるのかわからないんだけど。ちょっと何を言ってるかわからないんだけど、一回。どこのことかしら？よいしょー。さあ、行くぜ。あ、でもあれかな？もしかして、私が道具街でひたすらモモポートを解放していけるときに、なんかそういう感じの場所あったような気がしなくもない。居住エリアどこや？ここか。あ、え？え、教員宿舎だよな。え、教員宿舎ですけど。え？教員宿舎？でも、え、居住、え？ちょっと待って、ちょっと待って。え？ん？居住エリアってここよね。え？違う？居住、え？ちょっと待って、ちょっと待って。え、居住エリアってあっこやろ？なんか他のところある？森に囲まれ、これ？え、これかな？まだなんか場所の名前がついてないやつあるけど、ここかな？ちょっと飛んでみよう。ですねー。わからんけど。これだったりとかしますか？ですね。君、同盟を組みたいんですか？オカルト研究会と？タヌキ？君。オーカルート。葉っぱ置いとるけど。お、はい、クリア済み。ワイドロップを一個渡した。そこまで言うなら仕方ありませんね。いいですよ、同盟を組みましょう。オカルト研究会と同盟を結びました。ここは、そうなんかな。入れる。なになになに、かわいい。秘密の研究所だ！よかった。盛り上がるな！誰だい君。どうも。あ、ラント君、どうしてここに？うわ、なんかめっちゃ、ギュッてなった感じの子やね。顔が。何あれ、クマ、かわいい。ロボット？クマ子。え、クマ子？そういう名前なの。なになに？会長、その人と知り合い？全然名前見てなかった。どうでもいいだろう。何何？生徒会の一員とか。あ、はてなはてなかまだ。君たちは、YSP クラブね。ようこそ、Y 研へ。この存在は？生徒会長も知らんかったってこと？うちは Y 研主任研究員、雲池熊子。君たちが引き出す YSP ウォッチの能力、いつもデータを記録させてもらってるわ。データはここに送られよんか。ということはもしかして、YSP ウォッチを作ったのって。そう。うち。今は研究員の広野春樹くんたちと一緒に開発を進めているわ。お、どうも。はい。熊子さんは我々 Y 研のエース。本当に天才科学者なんですよ。最初、この Y 研ができる前から生徒会長のウォッチも一人で作って。え？そうなの？会長と一体どういう関係？え？元カノ？その。おい。今その話は関係ない。でも全然タイプ違うよね。いいか。とにかく、トワイライトセブンは解明した。早くミステリアルメダルを。え？こんだけ？ここ探し当てるだけ？なんだこのロボ。ね、めっちゃ可愛いよね。一個持って帰りたい、ピンクの子。ちょっと、それはまだ完成してない。あ、でも他の色も可愛い。何？飛んでったけど？え？なに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 ？合体した？ウンチクマーズ起動！うんち？うんちくま？うんちくま？うんちくまってことやろ？あの、妖怪ウォッチで持った。なんなのあのロボット。はい。万が一敵にウォッチを奪われた時に備え、開発していた非常用ロボットでして。あ、でも未完成で暴走している。こっちを敵だと認識してるみたい。何あれ？あれ、ウルトラマンセブンみたいな感じ。そうなの？くまこ。暴走を止めるしかない。力ずくでも構わないか？うん。大丈夫。おっしゃー！あれ真ん中の投げてくるんかな。俺に任せろ。行かせてもらいます。ゴッドウンチクマーズ。よし。え、これはあれなの？この普通に戦うの？あ、でも学校が上位出すほどでかくはないのか。なるほどね。
相手がロボットやけん、ちょっと無条件に学校側いかと思ってしまったよ。この建物内に収まるぐらいの大きさってことやもんね。ついてこないでよ、普通かまいたち。怖い怖い怖い。地球は青かった。よし、ちょっと次の技を早く。はい、ワイルドアクト。ワイルドアクトからのフォーミングショット。チリとなるがいい。ショータイムグレネード。また新しい技のやつ、メダル設置したん、セットしたんよ。特急かまいたち、ワイルドアクト。何、何も来てない。いや、怖い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 。何、当たった今。怖い。何こいつ、主人公を追いかけるとかそういう感じの。ありがとう、回復。特急かまいたち。どういう攻撃なんかがよくわからん。バンサーで行きたい。おっと、ヘイヘイベイビー、ワイルドアクト。なあ、追いかけてきたんですけど、あれやめてよ。びっくりした。そうよ、またね、セットしたんよ。狂乱の花子さん、ちょっとレベル高めの狂乱の花子さんゲットしてくれた。セットしたの忘れとったわ。カモンベイビー。え、なに今の、うまくで取った。全然気づかなかったんですが、私なんか変身しとる。あ、変身が解けるさ、残り時間みたいなのわからんのに。次直した。ウォーミングね、今ポワポワで。どう、ちょっと待って、変身解けた。あとちょっとやん。待って、それさあれやん。どうだ、変身した状態でやっつけたかったわ。よっ、ほら普通にパンチでやっつけちゃったよ。いや、やっつけたけんいいんやけどさ、いいんやけど、なんか、なんかね。くそ。クマ、目を覚ましてくれ。それはクマが欲しかったから。どう、暴走を止めることはできたけど、もう動かないみたい。故障？そのまんま。悪いクマ子先輩、俺がまた作る。気合で。無理やろ。いやいや。無理でしょ。うん、気にしないで。おかげでさっきの戦いから貴重な研究データも取れたし。おぉ、すごいね。ポジティブ。とにかくこれで Y 犬は発見できたし、トワイライト7は解明できたってことだね。っていうか、こんなでかい建物やったら普通に発見されるくない？みんな何の建物やと思ってたんやろ、今まで。てかさっきからね、あの右上の方で掃除しよるの気になるんやけど、ロボットかな、あれ。Y メダル秘密の研究室 Y 犬を手に入れた。あ、メダルゲットだぜ。そういえば、なんで七不思議を解決するとメダルが発生するんだろうね。あの、それはね、しかも熊子先輩のメダルやったよ。人は不可思議なものを見ると、その恐れからマイナスのエネルギーを発生させるの。謎を解くとエネルギーがプラスに変わり、ウォッチはそれをメダルの形に凝縮する。うん。それがミステリアルメダルよ。ミステリアルメダルって何なの？へえ、そんな秘密があったなんて。このメダルはただのコレクションってこと？今までこんなクエスト解決しましたよみたいな。召喚できるわけじゃないやろ別に。さすがウォッチの研究者、メダルにも詳しい。それにしても羨ましいわ、この充実した研究設備。使ってみたい、開発しまくりたい。そっか、ここはメカオタクやもんね。よかったらどうぞ、 Y 犬の設備使っても。うち YSP クラブのみんなんなら、うちも力になりたいし、特別にね。嘘、本当にいいんですか、あんな機械やこんな器具も。うん、それにうちも開発の協力いつもするから。はい、僕たち Y 犬は YSP クラブの役に立ちたいんです。ありがとうございます。この2人だけ、ここのメンバーは。よーし、いっぱい作っちゃおーっと。 Y 犬の協力でクラフトで作れるものが増えた。さらに Y 犬でも装備クラフトできるようになった。あ、じゃあ両方、一応向こうでも増えとるってことやろ、作れるもの。どっちでも同じものが作れるってことよね。会長、こんなすげえ友達いたの、なんで黙ったんだよ。いや、友達じゃない、なんとくん。では、今後必要になったらこの研究室は利用させてもらう。うん。何、二人の過去が気になる。友達じゃなくてもいい、ラント君の役に立てるなら。クエスト秘密の研究室 Y 犬バッチリ解決。やったね、
職人魂、永久センス、未来テクノロジー、ビーカン G。 トワイライトセブンもコンプリートまであと少し、ね、クマが元に戻っている。ラント先輩の協力もあるわ。うん、クラフトしたいものがあったら YK の設備いつでも使って。いつも頑張るからね、みんなの役に立てるように。もっとけだし、あ、ここでクラフトできるんだね。早く解決しちゃうかも。なるほど、まだ2つの不思議が残っている。あ、メンバー他にもおるやん。気を抜かずに行くぞ。あ、ほら、おるやん、おるやん。あ、ええ、YK の存在は公にされていないんです。誰にも言ったらダメですからね。今何か言ってたか。起きなさい、さっき気が抜けすぎ。あ、装置ロボットや。いいね、かわいい。うん、実は個人的に新しいウォッチの開発研究を始めたんだ。まだ検証とデータが足りなくて、制作には踏み切れないんだけどね。うん、なるほど。くまこさんって本当にすごいんですよ。YSP ウォッチ設計基礎理論はほとんどくまこさんによるものなんです。すげえ。あ、すげえ、なんかかっこいい。見てこれ、指令室みたいなのある。こっちはなんなんやろ。どっかに転送される。あ、もしかして、この中に入って、この装置を動かしたらなんか、力が、力が手に入るんじゃない？違う、そういうことじゃない？これなんなんやろ？エレベーターみたいな感じ？うん、よくわからない。この子あれじゃない？話しかけることはできんのか。くっ。なんかスターウォーズに出てくるやつみたい。名前忘れたけど。C3PO じゃない方。じゃない方。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことでこれでなんだ？何個できたんだろうか。とりあえず、マップで見た感じ、外のクエストは全部解決したっぽいけん。あ、学園長に話聞いたときに、見とけばよかったね。学校の中のクエストを探そう。